不良源は、湖南省カルガン海市にある、カルガン海森林公園、佐久渓谷自然保護区、天子山自然保護区などの地域からなる、自然保護区の総称。1992年より、ユネスコの世界遺産に登録。カルガン海1984年にこの地を訪れた、古洋法によって、大井の作品、桃源業の不良桃源にちなんで命名された。不良源は、 その独特の石の柱が立ち並んでいる景観で知られる。その柱は景岸でできており、二酸化系素の含有率はおおよそ75%から95%である。その石中のほとんどが200メートル以上あり、場所によっては300メートル以上のものも存在する。景岸の外に一部ではカルスト地形などの石灰岩でできた地形もあり、 40ほどの洞窟が確認されている。植物層も豊かで、中国第1級保護植物が4種、第2級が40種確認されている。動物では28種の国家級保護動物が確認されている。漢の時期、武陵山脈の近くに武陵群を設置した。源は水と繋ぐ水源の意味も含め、昔の詩の中によく山と水があるいいところとして使っていた。 また、映画アバターのジェームズ・キャメロン監督と制作スタッフが、劇中の山々の主なモデルを、鉱山や競輪と述べたことに対抗し、関係者の大量の写真撮影を根拠に本作に影響を与えたとカルガン開始が主張して、無料源の一部をアバターハレルヤさんに解消して、中国で大きな議論を呼んだことでも知られる。また、この地にあるエレベーターは、 国外で最も高い高低差を持つエレベーターとして登録されている。アバターハレルヤさんこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。